チョリス、チョリスって言いましょう。ゴンゾーさん、今日もよろしくお願いします。ゴンゾーちゃん、私はハケを愛し、ハケに愛され生きてきた男じゃ。行ってみよう。前回、まあ、前回でもちょっと前だと思うんですけど、あのハケのね、プロ仕様の浅井ハケさんっていうところで、まあいろんな170円から1000円いくらまでのハケを買って、まあ、プロ仕様だよね、そういうの解説をちょっとしたんですけど、うん、まあ、そこでいきなり突然なんかハケ塗りゴンゾーっていうのが現れて、そうじゃん、解説しだしたんですけど、ハケ塗りゴンゾーじゃん。で今日はちなみにですけど、はい、100円ショップ、これセリアの方で買ってきて、ダイソーまた違うの、動いてるの違います、ダイソーの方がいい、いや変わんないです、変わんない、はい、ちなみに100均でこれ多分全部100円なんですよ、はい、で俺買ってきて今出ない仕組み見てもらったら、はい、結論先に言うと、はい、こう使い物にならんと、まあ、使い物にならないですね、うん、ホームセンターで170円とか200円で売ってるやつの方がよっぽどいい。まあ今日はじゃあハケ塗りゴンゾーさんにこんなハケでもどうやってやっていくかっていうことを、実際のね建物に塗ることはちょっと難しいんで、糸側に塗ってもらうことになりましたんで、はい、ちょっとやってまいりましょうか。これは何、水性油性兼用で、まあね DIY なんかやるとこういうの使うと思うんですけど、もう使い物にならん、ならんの、やっぱ水性と油性兼用はどっちつかずなんじゃ。ちなみにこの間紹介したやつがこれなんですけど、まあこれはさくらで600円ぐらいのやつ、もう全然違うね、ハケの量がね、はい、まあ、これちょっと使ったんであれですけど、 もちろん大きいだけで、これまあ700円だけど、これと同じようなやつで170円ぐらい、150円かな、まあ、税別でね、まあ、これだけやっぱ違うんで、もう下手に買うんだったらもったいないかもしれないね、本当にね、もったいない。ホームセンターまだカーマとかああいうところで買った方がいいかもしれないね。プロショップみたいな今1回でもあるじゃん、あります、ああいうところで100円のやつ1回でも売ってるから、そういうので見た方がいいんじゃない、まあ、ちなみにちょっとお願いしますじゃん先生、これから行くじゃん。70mm水性油性兼用バケだね。そうじゃ、この幅が 70mm じゃ。ちなみにもうこれ毛が何、本物じゃないんだ、ナイロン、これはナイロン混じってるの、ちょっと塗るぞ。はい、あこれは塗りづらい、塗りやすいの。そう、塗りやすい、別に案外使える、案外使える。もう使い捨てだったら、まあこういうのも、まあもちろんこの同じ毛使って注文だよね、注文で 40mm っていうのが 70mm とかまあいっぱいあるんだろうけど、あこれはいいの、やっぱ厚みがつく、一回で塗っても厚みが全然違うね、厚みのつき具合が、厚みっていうのは塗料の肉厚がね、塗ってる感じ見とっても分かるね、よちょっとこれ透けが出ちゃう、うん、透けが透け取るよね、確かにね、エッチな塗料じゃの、これすぐ透けちゃうぞ、これあそういう意味でも作業効率上がるかもしれないね、肉厚はつくもんで、あの DIY だったら一発で止めたい、二発で止めたい、だけど全然色の違うもんに上塗るとき3回4回塗るときあるもんね、それが言いたかった。どうしてこんなに流暢に喋れるんじゃ。もうちょっと塗っていいかな、もうちょっと塗ってね、多分素人が使うんだったらこれ多分塗りやすい、そういう風にできとる、ムラにはなりにくいの、あ逆に材料が薄くつくからのムラにはなりにくいの、あだって回数を重ねて3回4回塗って色をつければ別にこっちで塗るよりは時間はかかるけど、そっちの方がムラはできにくい、あただこれちょっと見て分かる通り、いいハケは割れない、悪いハケは割れる、すぐ割れるんじゃん、割れるとどうなる、割れると筋が出やすいじゃん、あ割れた 30mm、まあ、ここで塗るとよく分かるんちゃう、透けが出るか出んかってね、ちょっとやっぱ毛量が増えると荒っぽくはなるの、あ、そういうこと、いい幅は減ったけど、これはさっきのやつ多いんだ、多いの、これより全然多いの、あ、本当だ、毛もちょっと太いのこれ、あ、そう、ちょっと線引いてみるよ、震えてかんな、震えてちょっと震えてかん、毛がまとまらんのじゃこれ、あ、そういうこと、あ、ここがねこのピカ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 って出てるじゃないですか、でこれでやるとこれ高いやつね、600いくらのやつでもこれ170円のやつも十分こうになるでしょ、これほらでスーッとここで塗っていくんでしょ、この先端でライン出していくんだけど、さっきのやつビシュビシュビシュってなってるもんで、あこういう風になるもんで、ビショビショほら揃ってないんだ、モッサーってならんもんね、あそういうことね、でもまだ使いやすいの、あ本当全然使いやすい、これ600円ってこれがおかしい、まずこれ多分昔だったら1500円から2000円した、ああそういうこと、ブランドの力があるからの、大塚と吉川は多分高い、2000円、2500円ぐらい。宇宙ってハケがあっての昔、あそれはまたすごいハケじゃ、ね、もう選ばれし毛が寄っとるんじゃ。
で、まあ、最後の1本がこれはどっちかというと細かい作業。ああ、そういうことだ。つっついたり百均用のね。ああ、ちょっと良くないのこれ。毛が幅が短くなるにつれてちょっと荒いの。あ、毛もやっぱり荒いの。あ、ダメダメっすね。縦に塗った線がちょっと荒いの分かる。あ、本当だね。こうだ、荒いっていうのはこれもう毛が、あの下地が見えてるとこね。ちょっといいやつでやると、うん、これ柔らかい。ああ、もう全然違うわ。全然こりゃ、あ、本当だ。もう線もすごい綺麗。すごい綺麗じゃろこれ。ああ、この気持ちよさがカメラで伝わっとるかの木の感じ。肉厚も全然違うじゃん。ここもところどころ見えてるでしょ、視聴者の皆さん。ってことはこんだけ肉厚が薄いってことよ。これもどう考えてもこう、まあ、ちょっと動かすとさ、カメラ動かさずこうやるとツヤ感でわかると思うんですけど、ここ透け取るとかどこもないじゃないですか。ちょっと塗ってるだけでも、まあ、これちょっと水性、あの紙の上に塗ってるもんで、ね、紙がこうちょっとぷくぷくってめくれてきちゃってるけど、これこれそうでしょ。そうです、芯なんでね。紙がめくれてきちゃって、だってそんだけコミック塗れてるってことだよね。そうじゃ、ここ塗るぞ。この反発がもうたまらなくいいのこれ。これはスタメン入りじゃん。これは桜ちゃんももう最高じゃんこれ。桜ちゃん何の反発がいいの。腰の反発がええのやっぱ。外国の子かのこれ。まあもう俺クラスが塗ったらもうでグーって塗って無理やり塗ってる感じだね。そう、あ、まあもちろん薄いのもあるけど、もうこんなんだもん先っぽが。もうすっかすかやんね。うん、横から見ようとも全然違うね。やっぱりそれはこんだけ含めるもんで。ちなみにここはこれは水性バケ。これは水性じゃない。あ、でもちょっと使えんけど。ないよ。まあ、よう似たようなもんだね。ちょっとこれ今回使うのやめておきますけど。で、これ豚毛っていうのは何使うんですか。豚毛は粘度が高い塗料じゃん。下塗り剤のサーフ。あー、サーフ系の。あと防水。ああ、そういうことか。あと骨材が入った塗料。ああ、あとフレッシュとかにもいけます。ああ、そういうことだ。あとは維新の壁。あ、細かく石がついてる壁に塗るのはこの毛が負けちゃうから、硬い毛で。やっぱ100均で買うって皆さん結構選択肢があると思うんですよ、はい、DIY なんかね今流行ってるし。実際ホームセンターでそんなに高いもんないもんね。一番そうですね、200円以下で買えます。で、あの高級ヤギって書いてるんですよ、そのホームセンター。200円ぐらいですよ。でもそれ高級じゃないんですけど、うん、まあ、全然使い捨て分ぐらいには、うん、で、あの注意点は、あの兼用はやめてください。あの油性でもあのナイロンも混じった毛になってるんで、ナイロンは基本的に水性にしか向いてないので、うん、あの兼用はやめましょう。水性はナイロンなんだ。水性はナイロン。なので油性には、油性はヤギの毛とか毛、動物の毛じゃん。それはなんでっていうのは溶けちゃうから。溶けちゃう、もうシンナーですぐ溶けちゃう。プラスチックみたいなもんじゃん。あ、そうか、プラスチックはシンナーで溶けちゃう。まあ、職人で、まあ、こんな100均のやつ買うことはないと思うんですけど、まあ、DIY やられるんだったら、せっかくまあ、ね、今こうやってプロの話聞けたんで、でプロショップみたいなとこだったら本当にいっぱい売ってるよね。あのカーマもあるし、カーマとバローもある。あ、バローもあるね。コーナンもある。あ、コーナンプロもあるね。コーナンもある。昔は商店じゃったけどな。で本当にまあ DIY やって、せっかく ガチでやるならね、ちょこっとちょちょっと本当10分5分のことで100均が家に近くにあるっていうんだったらいいんだけど、もう絶対に本当にハケ安いものいっぱいあるんで、あの安いものをホームセンターなりホームセンターのプロね、ショップで買われた方がいいと思います。じゃあ本日はこれぐらいで勘弁してやろう。勘弁してくれる。この辺で勘弁してやろう。あ、でちなみに視聴者の皆さん、これね、まあ最後ですけど、まあ、今度また100均のマスキングと実際の、ま、会社で買うマスキングはいくらぐらいする。これは1箱1,400円じゃの。まあ、これ幅とあれもあるので、うん、よう似てる。まあ、これのこのテストもしまおうかなと思ってます。またそちらの方も見てください。じゃあチャンネル登録といいねよろしくお願いします。ハゲネリゴンゾーさん、じゃあ最後に、うん、はい、なんじゃきた、忘れてもうた。いつもやるやつなんじゃった。これテレビ、また見てね。じゃあ伊藤さん帰ろう。社長。あ、社長、お疲れ様です。あ、本当に帰るんですか。